D4DJ ハピやらかい。すごいカオスだった。こういうの短いアニメだったらよく見るけど、30分枠でやるのはなかなかすごいことです。まほちゃんに役割が集中してて、それを他のメンバーが肩代わりしたい、っていう王道展開も入れつつの一風変わった新曲。やっぱり構成が見事でした。ほんとどのバンドの回も工夫されてて最高です。来週はフォトンメイデン回なので、それもめちゃ楽しみです。以上 D4DJ のお話でした。